人為的国境、オランダとベルギーの国境線が、村の真ん中にある、バールレ・ナッサウ及びバールレ・ヘルトフの町の象徴的な、家国境とは、国家の領域の境目、境界のことである。自然的国境、河川で区切った例。中国、遼寧省担当市から、王力港と、朝鮮民主主義人民共和国、平安北道新宇イ市を望む、人為的国境。 スイスとイタリアの国境、サンジャコも峠の国境の礎石自然物を人為的に国境とした、霊地球は絶対的空間の広がりとして連続しており、自然地理学的な障害を別にすれば、本来人間や物体の自由な移動を許容するものである。古来より国家領域の周囲はフロンティアとして曖昧にされていたが、1648年の ベスト・ファーレン条約以降、主権国家は明確な領域を持つこととされ、地球の連続的な広がりを誘拐化して、バウンダリーとしての国境線が地表上に引かれることとなった。国境は陸上にある場合もあれば、海上、湖上にある場合もある。国境は大きく自然的国境と人為的国境に二分される。いずれもこれを境として、国の領土、または領海を分ける。 海上においては、海に面した領土を持つ国家の領海の円片が、国境となる。海を隔てながらも領海が接している国家の場合、両者はその境界ラインで国境を接することになる。ただし、国際法上、領海の範囲は、領土の基線から最大12回里までという範囲に限られるため、幅、44. 4 4 4トル以上の海によって隔てられる国家同士は、 国境と国境の間に公開を挟むことになる。ただし、領海の外側には接続水域と排他的経済水域が存在しており、特に後者は通例として200回入りという広大な範囲を占めるため、複数の国家の排他的経済水域が直接に接することは多く見られ、この接触ラインが国同士の経済的権益の境界線となる。また、 対応に散在する島々からなる当初国家同士の場合、世界地図では両国の領土の中間ラインに境界線を描いている。サウジアラビアとイエメンの間の砂漠地帯には国境が未確定な地域がある。サウジアラビア政府が遊牧民の移動に支障をきたさないよう国境を決めなかったこと、またサウジアラビアとイエメン間で油田をめぐる紛争があったことが背景にあった。 しかし、湾岸戦争の発生後、サウジアラビア政府は地域の安定を重視して周辺国との国境線確定交渉を積極的に進めた。サウジアラビアとクウェートの間も遊牧地であったことから自由に出入りできる中立地帯になっていた。しかし、石油基地の建設による低住民の増加、遊牧民の減少などから、旧中立地帯は南北に分割された。 アメリカ・メキシコ国境の検問所左側のサンディエゴの国境警備隊事務所と右側のメキシコティフアナの間の国境フェンス。メキシコとアメリカの壁陸上の国境には標柱、遮断機、壁などが設置され、柵などの障害物によって往来を困難にし、往来を特定の国境検問所のみに制限することが多い。また、国際空港や 陸上の国境検問所では出入国管理を行い多国間との財物や人の透過性を制御する国境にどの程度の透過性を与えるかはそれぞれの国の主権者が決定する事項であり国家がグローバルな競争の領域単位である状況の下では労働力や財の市場を最適化するように透過性が操作される殺傷や在留資格の許可数や 非合法で入国した労働者取り締まりの強度が、この透過性操作にあたる。国境の物理的な強度は、この社会的透過性の程度によって規定される。透過性が低い国境は、壁や地雷腹などにより、二重三重に封鎖され、人の往来が許されないだけでなく、人の自由や権利にとっても国境であると言われることも、ある。ドイツが、東西に分割されていた。 当時の教会などがその例である。二国間の主義主張の違い及びそれに伴う紛争、戦争、経済格差などを理由にして国境を封鎖し、物資や人的往来を禁止、大きく制限している地域も存在する。代表例では、旧東西ドイツ国境、朝鮮半島軍事境界線。珍しい例では、リベリアが2014年の西アフリカイボラ。 出血熱流行に伴い、自ら国境を封鎖した事例がある。国境周辺に壁やフェンスを設置している例は、分離壁の項を参照のこと。三国国境は三カ国の国境が一点で交わる場所である。ありがとうございます。